はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は待望のユージャムアンバー2、これが出てきました。まだ発売から2日目ぐらいなんですけれども、このアンバー2、これを解説していきたいと思います。まあ一言で言えば、やはりとっても良くなったというイメージがあります。僕はユージャム29本目の購入というふうになります。もうここまで買うんだったら、全部入りのフルセットを購入した方がずっと安かったですけれども、1万円平均としてもですね、29万円いるわけですから、ちょっと考えものですね。でも僕もユージャムととってもフレンドリーな関係でですね、いつも解説をさせていただいていてですね、皆さんにもとってもお役に立っていただけてるということであれば、まあいいかなって感じで思っています。このアンバーなんですけれども、まずここでですね、この銅の音、 C3 の銅もしくは C4 の銅の音を鳴らすとですね、1本指で弾いても C の和音が弾けるようになっています。ラッチというので、1回押すとその後ずっと鳴ってるというモードにして、ちょっと鳴らしてみたいと思います。ここでスタイルを変えていくことができます。このように音が鳴ります。 C3 の領域から2オクターブ半、ここがコードエリアというふうになっています。その前提に、この場所にプレイヤーモードというのとインストゥルメントモードというのがあります。今日の解説、そしてユージャムのいいところというのは、このプレイヤーモードということで、和音を弾くとですね、いろんなフレーズが出てくるようになっているわけです。そして初めて立ち上げた時に注意をしないといけないことがあります。いわゆるモッドホイールですね。この左の端の方を見ててください。動いていますね。このモッドホイールはですね、上に上がるとミューティング、そんな感じになるのでですね、これが一番下にないとちゃんとした音になっていません。最初は多分真ん中ぐらいになってるんじゃないかなと思います。それでしたらミュートっぽい音が鳴ります。はい、解放します。このようにモッドホイールの役目というのがありますので、気をつけてください。そしてその左側のピッチホイール、これはですね、強弱です。このように強弱になっていますので、その辺のところですね、まず最初立ち上げた時にうまくいっていない時は、モッドホイール、これが全開になっていない、いわゆる一番下になっていないということですので、このダンプと書いてあるところ、ここはとっても気をつけてください。今回特に良くなったなと思うところはですね、まずプリセットがめちゃめちゃ多い。プリセットというのは音色のプリセットでして、ファクトリープリセットの中にこうやってポップとかフォークとか、このポップの中にもこんなたくさんですねありまして、オールラウンドというのをまず選んでみます。その時の音というのはこんな感じです。そしてここのフィニッシャー、これがですね、ベースインパクトというふうになります。フィニッシャーというのはユージャムが得意としているエフェクターのことです。ただし今回からエフェクターという意味ではストンプが混ざりまして、ここにディレイテープというふうになっています。いわゆるディレイがかかっているわけです。ちょっとやってみましょう。ラッチにしまして、
ンプをいろいろ変えてみます。ローファイ、ロータリー、このようにですね、足で踏むストンプボックスっていうエフェクターがありますよね。あれのようなストンプボックスがあるのでですね、エフェクトもいろいろできるようになります。そのようにストンプボックスとフィニッシャーとで音色作りをしていくわけですけれども、まずここはちょっと切りましてですね、生の音を聞いていただこうと思います。一番左の端にブレンドというノブがあるんですけれども、マイクとピックアップ、これのバランスですね、これを調整することができます。マイクというのはマイク生撮りということですので、左に回す方が生っぽい音になるというわけです。これから僕はこのように解説をしますが、僕の一番得意な分野、アコースティックギター、まあ手前味噌ですけれども、島村楽器のコンテストでアコギの音作りということを評価いただいて、2012年にファイナリストになったわけですけれども、アコギの良さを皆さんに伝えていきたいなと思います。マイクとピックアップで少し聞いてみましょう。マイクの方にやります。ちょっとエア感が出てきますね。確かにピックアップの方にするとピエドのマイクのような形になりまして、左の生マイクの方にするとですね、ちょっとエア感が出てくるような気がします。その下のチューンというのは微妙なピッチです。これを変更することができます。はい、こういうのを元に戻すときですね、オルトクリックでリセットされます。あとはキャラクターノブで音作りを積極的にやっていくようにします。これリアルです。ターム、ソフト、ハードにします。このようにですね、上に行く方が優しくなって、下に行く方がちょっと硬くなる、そんな感じですね。次にここにあるバリアンスというノブがあります。これはまあ日本語訳すると分散ということなんですけれども、日本のギターで弾いたような感じですね。少しコーラスのようなイメージになってですね、よくアコースティックギターのレコーディングなんかでは右と左に分けてですね、若干どちらかをずらしてですね、そして厚みを増すというような感じですけれども、この右側の方にやると分散します。そして左側にするとそれが一本化されます。ちょっとやってみましょう。はい、右いっぱいです。僕の耳にはいわゆる2つの音にも聞こえています。 YouTube でどれだけ伝わるか分かりませんけれども、そんな感じです。左に回します。こんな感じです。右の方に行きますと全体的な音、これを制御するようになっています。あまり意味は僕が見たところよくわからないんですけれども、これは感覚でやっていただいたらいいんではないかなと思います。5つありますけれども、一つ一つ聞いていただきます。
とってもキャラクターがはっきりしていますよね。エレキギターで言えばアンプを変えていってるような、そんな感じです。その横にエアーというパラメーターがありますけれども、これを右に回すとですね、よりその効果がはっきりしてきます。ちょっとやってみましょう。はい、やっぱり若干空間、それを感じられるようになりますが、まあでも微妙です。はい、一番下のグリッズとでも読むのでしょうか。これの時は案外よくわかりますけれども、それ以外はですね、こだわりという程度ぐらいでですね、あまり耳の方には感じない、そのぐらいの具合だと思ってください。その下にはワイドというのとフォーカスというのがあります。ワイドは名前の通りですね、いわゆる空間が広がります。ちょっと聞いてみましょう。ナチュラルで聞いてみます。はい、こっちに来るともうモノラルに近いですね。今度はフォーカスを感じてください。ちょっとこもった感じになります。右の方に回すと高音がくっきりしてくるという感じです。その横のボリュームはもう名前の通りボリュームです。音作り、この上の部分というのはこんな感じになっています。ではコード進行をちょっと加えまして、いろんなパターンを演奏してみましょう。ここにはコモンフレーズというのがあって、今一番端、サイレンスということで音をミュートした状態になっています。ここから簡単にザーッといきますので、よく聞いててください。こんな感じにですね、いろんなバリエーションがありまして、標準的なアコースティックのストローク、これを考慮に入れた部分がこのコモンフレーズというところにあるわけです。そして次の上のオクターブ、これはここで選択しますスタイル、このスタイルを選んだ中でのオクターブ分のいろんなバリエーションが表現されます。これは前回のバージョン1のアンバーと基本的には同じです。ちょっとやってみましょう。コードを回しながら聞いていただきます。
またスタイル変えます。また変えました。はい、このバリエーションはこのぐらいあります。こんな風になっています。またここは今コードという風になっていますが、ここでノートというのにしたらですね、単音で弾けるようになるわけです。こんな感じになっています。もう一度コードに戻します。 U ジャムは基本的にこのような和音で演奏されるようになっています。ですから和音を与えると勝手にフレーズが鳴る、これが U ジャムのとっても便利なところです。もうフレーズということを知らなくてもコード進行さえ渡せばフレーズを奏でてくれるというのが一番の特徴です。これらをうまく使って楽曲制作をやっていくようにしましょう。まだアップデートされていません。シルクという音源があります。それをちょっと入れてみます。コード進行を引っ張りまして両方で鳴らしてみるとどうなるか。こんな感じです。皆さんもやっと出てきた U ジャムのアンバー2、これをですねもしゲットしたらいろんなことを試してみてください。今日はご視聴ありがとうございました。村長でした。